日傘代わりの屋根のないレストラン、少し苦いアペリティフ飲んで、今日も待ってる七月の午約束の Tuesday、 もしも大空を飛べるなら草の絨毯を切り取って地球季節の香りに誘われ、予約もなしの屋根のないレストラン、いつか Thank you.